はい、こんにちは。ワイワイボワークでダンプ、じゃあ、てんちゃん。はい、3月5日土曜日、皆さんどうお過ごしでしょうか。いつものごとく、肩乗り猫のてんちゃん。てんちゃん。ああ、はって言わないでも、マイケル。ああ。ナムナム。ダメやろ、もう。なんでてんちゃん、そんなん泣く。ちょっと待って。ちょっと待って。はい、ナムナム、てんちゃんナムナム、はい、ナムナムは、ナムナム、はい、ちょっと ナムナムね、ナムナム。なんで言わんで、はって、はって言わんで。こら、なんで叩くと、てんちゃん。ダメやろ。もう。ナムナムね、はい、ナムナム。はい。ナムナム。ナムナム。ナムナム。あ、もうダメ。もうてんちゃん帰ろう、あんた。てんちゃんもうダメ。ナムナム。はい、てんちゃん退場。はい、てんちゃん。バイバイ。はい。もう、てんちゃん、ナムナムは言ってくれるのはいいんですけどね。マイケル戦いでね。はい、マイケルさん。はい、マイケルさん。マイケルさん。はい。マイケルはナムナムやんとあった。マイケル、ナムナムは、ナムナム、マイケルナムナム、マイケルナムナム言わないね。はい、てんちゃんのナムナムをね配信しましたが、はい、皆さんどうお過ごしでしょうか。はい、今の佐世保島の瀬公園は、あだだだだだった。よいしょ、今日遅くなりましたけど、はい、よいしょ、ウィッ。よいしょ、はい、今の島の瀬公園はこんなんです。四日町アーケードはこんな感じです。はい、佐世保の空は今日は晴れでしたね。はい、よいしょ。はい、ね。はい、ということで、土曜日の営業、今日もちょっと配信は遅くなりましたが、今日もね、東京リベンジャーのくじが、缶バッジくじはもう即完売しました。ありがとうございました。で、今日は、新しい メーカーさんの特別企画で、1500円で必ずフィギュアが当たるっていうね、くじがね、始まりまして、まだ、お客さん来てませんが、はい、これです。番号書いてあって、じゃん、これ。はい、全部これくじです。はい。ね。はい、77個入ってます。何のフィギュアが出るかは分かりません。これ番号が全部ね書いてあって、私も知りません、何が入ってるか。まあ東京リベンジャーズとか、ヒロアカ、ドラゴンボール、ワンピース、何でしたっけ、あとホロライブとか、いろんなものがね入ってるそうです。スパイダーマンとかバットマンとか、まあ何が当たるかは引いてみてのお楽しみということで、1650円のくじです。必ずフィギュアが1体当たるくじです。はい、よろしくお願いします。あとその系列同じくじが5等分の花嫁のねくじが、3300円が、ね、222の日から2200円のねくじが当たりありますんで、よろしくお願いしますね。あとソードアートオンラインも変わらず、ありますし、アイドリッシュセブンもあります。あとスパイダーマンはあと32枚ですね。はい、あとは、
これですね、5等分の花嫁も、はい、こんな感じで残ってます。で今さっき言ったくじはこれですね、必ずフィギュアが当たるくじ、はい、呪術廻戦も入ってます。ヒロアカ、ね、東京リベンジャーズ、ホロライブ、鬼滅の刃、ワンピース、ドラゴンボールね、その他もろもろ入ってますね。あと5等分の花嫁の、このマルチクロスのやつも残り9枚でラスト1がもらえますね。あとハリーポッターのジェームスとオリバーのサインの、ね、パネルもあるし、はい、ね、鬼滅の、ね、タペストリーとかもあります。はいね、よいしょね。マイケルさんはおとなしいね。テンちゃんはちょっとね、シャーってシャーって言ってナムナムナムって言いますね。はい、ナムナムシャーっていうちょっとね作ろうかなと、バッチかなんかをね。はい、ということで、あとはですね、来週が、はい、今度はドラゴンボールとジョジョ、ドラゴンボールとジョジョは来週です、12日です。その後がポケモンの EV、 その後が5等分の花嫁ですね。はい、続きます。今日はこのね、東京リベンジャーズ、これも完売しました、ありがとうございます。あと前回出たのが進撃の巨人と、はい、5等分まだありますね。はい、よいしょ。はい、ということで、はい、今日もね、仕事の方は頑張りましょう。お休みの方はエンジョイしてください。お時間ある方は佐世保島の瀬公園前、スターバックスコインの2階にワイワイボイキあります。ぜひ皆さん遊びに来てください。今日もね、出張でね、何年か佐世保におられるって方が、ね、トンネルを掘ってるところがあるんですね。ね、はい。まだ来年ぐらいかかるそうなんですけど、まあね、こうやって出張で来られたりとか、ね、単身赴任で来られる方も結構ワイワイボイキの遊びに来ていただいて、ね、いろんな街の情報を提供してましてね、お隣アプリを入れてもらったりとかね、あと委託販売もね、やってますんで、家に眠ってるフィギュアがあればワイワイボイキに持ってきていただければ、ね、宣伝して販売しますんで、よろしくお願いしますね。よいしょ。あとですね、新しい情報が来まして、以前ね、チェッカーズの大戸裕二さんね、ラジオやってる時も時々ラジオ出てもらったりとかしたり、してましたが、大戸裕二さんと今度は直行さん、藤井直行さんが一緒にね、佐世保にトラベラーズと一緒に、佐世保に来るということで、はい、ワイワイボイキチケットを預かってます。はい、よろしかったらワイワイボイキで売ってますんで、あと椿食堂さんでも売ってますんで、4月の9日が佐世保会場、佐世保文化ホールでね、ロカビリーカービナルをやってるところですね、の、ところが主催したレールも売ってますので、はい。10日は長崎はドラム B7 ですね。はい、チケット両方ともワイワイボイキを売ってます。はい、大戸裕二さんと藤井直行さん、あとトラベラーズが来る、はい、ロカビリーカーニバルの新しいバージョンですね。はい、よろしくお願いします。チケット販売してます。よろしくお願いしますね。よいしょ。あら、はい、という、ね、で今さっきもチェッカーズのねレコードをねいっぱい買っていく方がおられたので、後からね写真載せますけど、今日もねいろんなレコードを買いに来る方が増えてますね。はい、ぜひレコード、あと映画のパンフレットとかもね、ぜひ買いに来てください。よろしくお願いします。それではまた配信します。カットのり猫のマイケル様でした。今日も良い一日をお過ごしください。それではまた。バイバイ。どうも。